はいどうも、アニマルパテモソでございます。というわけで今回はうちのでかいやつら水槽の紹介をしてみたいと思います。というわけでいきなり映っているのが先日1週間ほど前、連れて帰ってきたフラワートーマン、オセレイトスネークヘッドでございます。ヒレがボロボロだったんですけど、歪むの多くてね、塩水浴まだ続けてますけども結構再生してきました。顎の傷もちょっとマシになってきたかな。おでこの傷もまあ分かりやすいところで言うと背びれがだいぶ修復されてきましたね。腹びれのところもだいぶ治ってはきてますけど、またちょっと時間がかかりそうな感じです。昨日ですね、ジビワをねやったのに食べましたこいつ。だけど今日やったら食べませんでした。で、昨日アクアショップ行って餌菌買ってきたんで、餌菌をちょっとあれですね、あれしてます。はい、塩水浴させて、昨日の晩から今日の朝までね、塩水浴させといた金魚を5匹ほど入れましたが、まあ、5匹6匹くらい入れましたが、1匹2匹ぐらい食べたと多分思います。はい、こんな感じで元気してます。結構シャイなんかね、神経質なのか、そこいたりとかフィルターの下にいたりとかすることもありますが、元気でございます。で、我が家の高級魚、はい、高瀬金牛アジアロワナでございますね。ヒゲの再生は一向に見えません。はい、ヒゲ再生すんのかな。まあもうしなくてもいいけど。でですね、こいつね、こっち側の第4輪列のところに一個だけね、この黒い鱗があるんですよ。真っ黒の、わかるっしょこれ。こいつ何かしらいろいろとあるな。なんかな、あそこ金色ならへんのかな。すごい、そこだけ、黒い、一個だけ黒いですね。あとは第5輪列ぐらいまでちょっと金色になってきてるかなみたいな感じはするんですけども、いろいろと面白いうちの高瀬金龍。はい、でですね、この人もあれですね、ディビアをね食べるんですけど、1匹2匹ぐらいしか食べないですね。どれぐらいの頻度でやるんでしょう。もう3日に1回ぐらいでいいんかな、こいつの餌なんか。どうなんでしょう、虫以外食わないんで最近なんてね。まあ、メダカとか入れたらその辺も食うかもしれないですけど、まあ、1日1匹ないし2匹やってるんですけども、あまり食いつきが良くない。まあ、3日ぐらいあげてもいいかな。どうなんでしょう。でですね、まあ今発展途上のでっかくなりかけのエンドリー・ケリーくん。はい。この人、最近ずっとお気に入りです。このヒーターの上で、まったりしてるんです。はい、ですがね、たまにこうやって荒くれてね、バッシャバシャ動き出すんですよ。バッシャバシャ。デルヘジもね、たまにこういうことやるんですけど、まあ、なんなんでしょう、これ。むしゃくしゃしたんかな。なんか、むしゃくしゃして。なんか、蚊に触るかと。たまにこうやってね、アロワナにね、ツンって怒られるんですよ。調子乗ってたら。注意されます。はい。そうすると、一瞬に下に置いて、ドンってなんですけど、またやっぱ荒くれる。デルヘジもよく一緒のことやると、背びれらへんか横らへんか、ツンって、キスぐらいのことされて、しょぼんとして下に、いることがよくあります。こいつもね、だからでっかくなりまして、20センチぐらいにもなったんかな。20センチぐらいになってそうな気がする。なんか早い。何食うてる、すごい食うてるっていうほどじゃないです。まあ、鳥、こいつらはささみしか食ってないんですけど、ささみと、なんていうんですか、俺の調合飯。してるんですけど、まあもう基本もめんどくさいんでささみはしてます。まあ、ささみばっかでもいいかな、どうなんでしょうね。でかなってきてるしいいかなみたいな。まあですね、まあてかささみの食いつきがいいんで、もうささみにしちゃってますね。業務スーパーとかで大量に買ってきて、もうツンってやられてるとかで、これ調子乗ってる上の方で怒られてるんです。すごいでしょ、ほらアロワナがもうお前みたいな、何してんねんと、年はなってんやろな、アロワナからしたら。こういう感じね。噛まれたりはしてないんですけどね。でも、しょぼんとします。で、昨日アクアショップ行ってね、エンドリケリーちょっと見てたんですよ。1200円ぐらいで売ってたんで。エンドリケリーがエンドリケリーを飲み込もうとしてました。ちっちゃいのが。一緒ぐらいのサイズ。だから、こいつちょっとやばいですね。こいつね。やっぱもう周りのやつでかくなってから、一緒ぐらいのサイズ以上で入れへんと、やばいかなと思います。まあ、というわけでね。
アニマル建物村地の大型魚、大型になる魚、はい。はい、怒られて、こう、まだ戻ってきました、エンドリケでね。はい。まあ、まだまだ成長が楽しい方々でございます。というわけで、アニマル建物村でございました。アニモー。